乾かした後、ご飯を中に入れてみました。取ってみたいな顔してる。ここ頑張って食べるんだ。そこで早くここから入る。体を伸ばして食べることを覚えた。締めようとしたら入ることは拒否する。こっからは嫌だそうだ。お尻ではしゃまいて動かない。入れ。はい、この中でもこちゃん食べてください。よだれがすごい。うん、おしっ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 、こよっ、もこちゃんよだれがすごい。押して。うーって言われない。めっちゃ言われた。入る。もこさんお尻出てますけど。ここは美味しいご飯がもらえる場所だよって。うん、はい、食べた。食べた。食べた。すごいベロンされた。慣れるまではここがご飯食べる場所だよって。大丈夫大丈夫。今日はもこちゃんが雨の中散歩したから、今からドライヤーしてみたいと思います。猫ちゃんでしょうか。ここ開けれるんだよ。うん、父が今なんでだれしてるとこ、なでないなもんはここ外せます。そうだね、パパと外して、ここがもこちっちゃい犬は、ここ外すとシュルリって出ちゃうんだけど、でかい犬ならここ入ん全然入んないの。そうだね。だから外しても大丈夫。うん。ここね、ほら鍵。鍵があるから、ここの鍵をこうやってパカッと開けれる。そうだね。今からもこちゃんをシャンプーしてきてください。はい。この子よ洗う。なに、ひーちゃん洗うの？やめろ。ブル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 。はい、ペットドライヤー入りますよ、皆さん。チワワみたい。もこ入れ。エキス。ビューン。開けてください。はい。どうぞ。あ、ひーちゃんマット取って。はい、どうぞ。これね、ペットドライヤー乾かすときはマットは取ってね。僕じゃない、僕じゃない、違う違う。なんか濡れてるって言わなかったさっき。さあ、もこちゃん慣れたでしょうか。ドライブプラスで、じゃあ今からもこちゃんを乾燥させていきます。はじめのスタートはどちらが押しますか。はい。じゃあ間を取ってパパが押しちゃおうかしら。あ、ライトがついた。快適乾燥。せーの。さあ、風が、ほら、僕が、あれあれ、なんか風が来てるよ。あれ、結構おとなしいよ。ほら、何事みたいな顔してる。で、もこちゃん、撫でてあげて。うん、撫でてあげて、お手手入れて。風来てる、もこ。あったかなか。もこ、どうですか。これ楽だね。これすごい楽。ドライヤーしないでいいんだよ、超楽。めっちゃ楽。え、しかもさ、すごい楽しいんだけど。あと88分だ。何が乾かないって、あの下の部分とかお尻の部分で座っちゃったりとかして。そうだね。それがこれ風下から出るじゃん。本当だ、めっちゃ楽なの。すごく見てね、すごいさ、お座りしてる、ちゃんと。そしてもう一つ、うん、毛が回らない。そうだね、鼻かゆいんだよね、ドライヤーすると。もう地獄よ。もうね、マスクしてやってるもんね。これ集めた毛どうなるの。こっちのところをちゃんと吸ってくれてるから、あそこのところにちゃんと溜まるようにできてる。掃除もできるの。ちょっと外して水洗いとかもできるっていうから。撫でていい。いいよ。ダメ。いやいや、あの向こうからしたらあなたのお手手がちゃんと。ひーちゃん、反対からやってあげるんです。どのくらい乾くんだろうね、楽しみ。あと86分。うん。
いやでもほら全身にさちゃんと風かかってるからさ、うん、ドライヤーみたいにピンポイントでもないじゃん。これならねふんわり乾くと思うよ。最後にブラッシング仕上げでやればじー音も結構静かだね。ねー、ドライヤーに比べて全然静か。なんかそよそよしてて可愛いんだけど。ちょっと乾いてきたよ。早いね。え、もう乾いてくる？なんか私僕が猫に見えてきた。なんか猫っぽくない？今犬です。え、猫は私みたいな顔してる。お手聞こえてないんだよ声が。お手、私が言えばやるな。お手お手無理だったですよね。もう一個お手チキン。いやいい子に座ってるわ。すっごいうるさくなると思ってた。1ミリも吠えないよ。あれ外にいる時より静かよ今ここの方が。にゃー今30分。あ、30分経過。あ、結構もう乾いてるよ。こんないい子のもこちゃんに暇つぶしのチーズどうぞ。ね、でも怖くて食べないかな。なかなかこの環境だとね。でもあと1時間あるから。あーでも舌も乾いてるわ。あ、ほんと？うん、すごーい。背中の方とかだね。笑顔が出るようになってきたよ。目を閉めてる。56分だからもうちょっとで1時間。うん、ほぼ乾いてるね。うん、もういいんじゃねっていうぐらい乾いてるよ。ほんと、一回じゃあブラッシングしてみよっか。うん、早いね。早い、楽楽、ほんと楽。鼻やられないしさ、パパなんてさ、あの洗濯かごにさびちょびちょのモコ入れてさ外でドライヤーやってんのよね、マスクしてね。マジで1時間かかるよね。真冬にシャワーで一緒に濡れながら洗って、うん、寒いよね。その後外でドライヤーやる、あの地獄よ。鼻かゆいわ、寒いわ。ねえ、二人して大変なんだよな。みんなの家の中でな、待ってるけどな。今ね、ちゃんとこれ、ね、ロックかかるようになってる。本当だ、チャイルドロックじゃん。チャイルドがいたずらするから。うん、捕まえた。捕まえた。仕上げはお兄ちゃん。さあ、お兄ちゃんのトレーナーが毛だらけになっておりました。見てるだけで鼻がムズムズ。はるくん、ちょっと外雨降ってて寒いけど、ちょっと外でやってきてもらっていい？お菓子、僕のお菓子、お菓子。ドライヤーで毛が回らないけど、出てきてブラシングで回るから。うわ、毛がついてる。でもさ、これさ、ドライヤーの時点でもこうなるからね。もこちゃん、すごい、すごい毛。寒いだろ、これないと。油乾かせるよ。ひなちゃん、お人形も乾かせるよ。ドキちゃん入ってます。こちらペットドライヤーなんで人形は入れないでください。今ね、人形がペット。先生、良い子にできました。はい、じゃあフィルター見てみよっか。はい、はい、ここのところに鍵のマークがあるから、うん、それを回して、こっちじゃないし、うん、こっちの割ったら大変なんでパパお願いします。はい、はい、パッキン、うん、ここのところ。全然毛がついてない。ここまで来ないのも、それは外には毛が出てこないよね。これが乾燥してない時はお家として使えるように、回したら取れる。あら、こんにちは。出てきた、すぐ出てきた。シュ、逃げた。なんか、あっ、ちょっと待って、わたあめ行ってくるわけ。毛が、でも、もう一回行ってくるわけ。およー、なんか出てきた。おかえり、おかえり。エントリーする。ひーちゃんがあそこ塞ぐから。うん、あれ、左からは出るけど、右からは出ない。あ、はい、頑張りました。
ここにコンセントのやつ挿したらば、うん、ここにスイッチだね。ここで中のライトだね。温風、送風、うん、快適乾燥、うん、快速乾燥ね。この4つのモードだね、うん、これだね。風の強さとか、うん、温度とか上げ下げができて、風の強さももちろん4段階、うん、子供とかが勝手にいじらないようにロックがかけて、あそこスッてやるとチャイルドロックかかるんだ。そう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 、これさ見た目もすごいおしゃれだよね。うん、ここにちゃんと空気の穴もあって、うん、なでなで窓、なでなで窓、なでなで窓、閉めながら触れたりとかさ、うん、おやつあげられたりっていうのがいいね。ねえ、あとこのクッションね、これすげえいいクッション、うん、このクッションすごいいいの、うん、ちゃんと後ろ滑り止めだし、うん、厚みもあって、ね、低反発で